はい、対戦よろしくお願いいたします。今度1900台と当たりました。なんでなんですか今日のマッチ大丈夫ですか今日のマッチング。なんかちょっと嫌なのが一個いますね。おー、あ、これは結構ね、ちょっとあんまり言いたくないけど、パーティー単位で負けてそう感が。多分、あれですね、メガサメ肌ウィンディで崩壊しますね、このパーティー。俺のパーティー。なるほど。その2匹を重ねてこられるとはっていう。で、ラス1でハッサムとかで一掃してくるのかなって感じかな。ブルルはまあ入ってきそうな感じなんで、ブルルはまあ、どっかしらで見なきゃいけないからこその、ウィンディだろうな、多分。ウィンディで威嚇撒いとけばとりあえず一発目はどうにかなるだろうみたいな、そんな感じじゃないかな。ちょっとミミッキュで様子見ましょうか。で、ね、マンムーブルル。マンムー、まあ、ガブの方が多分いけるかな。で、ラス1が、ハッサムかエルフーか、これは難しいですね。これはね、難しいっすね。こっちかな？対戦お願いします。どっちだったかな。先制打てた方が良かったような気もするけど、でもあんまり先制の通りも良くないですからね。なんとも言い難いところではあるんですよね。ちょっとマンムー激重戦術なんですけど。多分マンムーは、出てこないだろう。きっと。きっと。カッコ稽古。カッコ稽古。なんかこの辺のカッコ稽古は普通に挑発入ってそう感はありますね。っていうのは挑発でしょう。まあ、特殊か物理かはわからないですけど。まあ、でもなんかブルルと並んでると、あ、もう特殊なんだろうなって気もしなくもないが。まあ、挑発なんじゃない。どっちにしろっていうところだが。ただ、これは剣舞をしないと、こっちもこっちで、どうしようもないみたいな。でもさ、ここを挑発したら下で、Z 飛んできたら Z 影打ちで落ちますからね、相手。あ、Z 影打ちで。どうしましょう。剣舞しますか一応。ボルチン。誰で受けに行くんだろう。ハッサム？ウィンディーかな？ウィンディーで受けに来て、で、どうたらこうたらみたいな。ウィンディは多分ね、入ってる。ハッサム、ちょっと B に振ってたりするハッサムか、これもしかして。か、HD ハッサム。どうかな。まあ、普通に行きましょうか。多分ね、そんなに入らないんで、ハッサムの動き見てから考えた方がいいかもしれないですね。はい。バレピー。で、シャドクロ通して、勝った。めっちゃ B に振ってそう、これ。なんか普通のハッサムじゃない。このはや、あの、この硬さ。あー、そう。影打ちで。いいと思います。バック4で、バック4だとしても多分バレパンが相手通ると思うので、ここ多分バレパン連打してくるんじゃないかなっていう気はしますけども。よいしょ。はい。急所。跳ね。跳ね。ここどうするかな。跳ねあるんだったら、まあでもこっちからするとまたここタクですもんね。羽、羽連打する。まあ、急所のダメージ見たら羽連打する。あ、オッケー、バレパン。じゃあ、焼く？ちょっと待ちましょうか。ちょっと悩んでるふりしましょうか。ガブかな？はい。これどうしよっかな。役に焼けないんですよね、でも逆に言うと。こうなんかでもトンボな気がする。まあでも文字でいいかな。なんか裏ブルルとか飛んできても、文字しとけばみたいなところありません。なんか、そんな甘い立ち回りしていたら多分1900、
乗らないと思うんで、多分大してこないとは思うんですけど、トンボとか。まあ、スカーフとかも考えてかな。でも地震は裏があれなんで、地震は打ちた、地震打たれた時のこと考えると、って感じだから、ちょっと居座るっちゃ居座るんじゃねって思うんだが。で、まだ最終的にガブ捨てて、バレピー、はい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 。バレピーしてきてくれるんだったら、自信の方が良かったかもしれない。とりあえず。じゃあ、ここ結構悩んでたんで、ブルルが多分いないんじゃないかなっていう読みを僕はした。で、コケコに対して、コケコが助けだったら僕は知りませんけど、まあ、ここムンフォ普通に飛んでくるターンじゃないですか。ちょっと、ムンフォじゃなくてね、マジシャンね。なので、ここはちょっとエルフーンを出して、ゴニョゴニョして、ラス1、ウィンディはでもいなさそうだな。多分ね、多分、ラス1、サメ肌な気がする。種。誰？ウィンディーか。ウィンディーか、ウィンディーか。はい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 。ウィンディー。ウィンディーだったら、自信一貫してるから、ウィンディーの威嚇入らなければ、ある。全然ある。で、まだスカーフバレてないから、多分スカーフバレてないからこそでしょうね。ただ、相手、スカーフだったら、俺はもう知りませんけど。知りませんけど、っていう。そういうやつですよね。うん。で、ここは次、身代わり。身代わりハマるかな。身代わりハマりそうですよね。ウィンディの技構成、身代わりでいいと思います。はい。神速はないかな？ちょっと微妙に足りないかな？フレドラー、フレドラー、はい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 。あとは、あれなのかな？ちょっとこれは、ここ多分、ぶっ破されまくるんで、いろいろと。いろいろとぶっ破されまくるので、タスキコケコの線だけ消しておくのが多分一番綺麗なのかな、そうしたら。エルフーンで。まあ、このまんま、行ってくれると、だいぶ、スッと、話が展開してくんで、まあ、身代わりもう一回打っていきましょうか。身代わる。引く様子はあんまないですね。あ、でもそっか、どっちにしろ、体力削られすぎちゃうと、そうだよね。スカーフ、いや、マジシャンされちゃうから、ちゃんと適度に守っておかないといけないね。守らないといけないね。これは、宿間も、身釜もか、身釜もをちょっとしっかり入れて、回復していかないと、ちょっと、もしかしたらコケコ対面の時に体力がなくなっちゃう可能性は十二分にあるんで、まあ、ここは普通に守りましょう。はい。守る。はい。で、この守る見たことによって、ちょっとまた動きが変わってくると思うんですけど、ただ、もうだいぶ体力半分削れてるんで、身がマモの次のマモのタクが最後生まれちゃうっていう、そんな感じなんですよね。ただ、ま、その頃にはだいぶ体力も上がってるんで、まあ、多少その次のコケコの一撃はどうにかうまくいってくれるんじゃないかなっていう気はしなくもない。さあ、ここでまた一回晴れまして、で、まあ、ここ身代わりですね。で、多分、コケコの動き方からしても、多分、挑発はほぼほぼないと思うので、あとはマジシャンボルチェン10万、あるのか？あるのかな？あるのかな？なんかありそうですね。じゃあ、タスキか。まあ、どっちにしろここは種打ちますけど、か、なんかあとは4つ目の、よくわからない何かし。壁は多分ないと思うんで、ボルチェーン、なるほどね。ああ、なるほどね。なるほどね。落ちる。
ああ、なるほどね。そっか、そういうことか。ちょっとこのボルチェンは読まなきゃいけなかったですね。で、フレドラで、ああ、なるほど。え、じゃあどっちなんだ？どっちなんだ、これ。これどっちだ？わ、これどっちだ？守ろう、一回。あ、うん。スカーフですね。スカーフですね。で、ボルチェンで割れることが分かっちゃったので、どうしますかね、これ。何ターンっすか、エレキフィールド。次のターンまで持っちゃうんすね。持っちゃうのか。持っちゃうのか。そうだな。持っちゃうのね。ムンフォ。ギリギリなんですよね。ギリギリ。壊れるか壊れないかの瀬戸際らへんなんですよね。で、一回守って、まあ、こんなもんか、結局。C 下がったところで、まあ、燃え尽きられなければというところ、どうしよっかな、これ。これどうしよっかな。フィールドをうまく守ってかないとだよね。神速、ガブ投げよ。投げるわ、ここガブ。はい。サメ肌入る。でもここは、いやもう地震じゃないですか。神速、はい。スカーフだろうな、多分。これスカーフじゃなかったとしたら、俺の読み間違い。でも俺はスカーフだと見た。あのガブに対してのあのマークの貼り方は、多分、スカーフなんじゃねえかな。まあ、逆にスカーフじゃなかったらここ地震通って勝ちなんで、いいと思いますけど、どうなりますかねっていうね。そんな感じですよね。そんな感じですよね。はい。あ、スカーフじゃない、チャタス。おっとっとー、ヘイ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 、どうしよっかなこれ。シュカでしかシュカでしかそうでしかムーフォ2回だと思うんだよね、多分確一じゃないと思うんで。いや、ここまで挑発持ってたらマジで強いけどな。シャイン10万、ボルチェン。いや、もう、いや、ないだろう。ここまで回してて挑発ないだろ、さすがに。さすがに。ないよね、ないよね、ないよね、ないよね。いくらなんでもだよね、さすがに。で、まあ、素早さは抜かれてるんで、種ですね。はい。はい！よし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 。で、あとは、守りきれるかどうか？マジシャン。一発与える。一発与える。よし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 。オッケーオッケー。よし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 。オッケー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 。これは、あとは、身代わり守る、身代わり守るで、決まったんじゃないかな。
3ターンなんで、まあもうミガで勝ちですか。おっしゃー来た !1900 をもう止める。対戦ありがとうございました。いや、エルフーン最強ですわ。ほーいって、なんだ今の声。はい。ということで、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。ちょっと今日は、時間、試合の時間が長くなっちゃったので、一戦だけにさせていただきました。今夜この後、夜8時からはいつも通り、毎週恒例のミラクル交換会やろうと思ってます。今日のポケモンはこんな感じですかね。イーブイ、ダンゴロ、モクロウ、今日の目玉こちらですね。エレキスキン石つぶて。ようやく僕も手に入れまして、量産体制に入れたので、まあ、がっつり全部、遺伝技カウンター、ジータバタ、電磁浮遊ワイドカード、覚えさせて、お配りします。まあ、あとは、ちょうど今、動画用にこれから使おうと思ってるキャモメとかタッツーとかのアメーパーのね、ポケモン等々も配ろうかなというふうに思ってますので、まあ、ぜひ、夜8時になりましたらですね、持って EV に行っていただきたいと思います。で、それが終わったらですね、今日はオープンレックで、その後シングルレート、もう今週末でシーズン1終わってしまいますんで、まあ、ちょこっとやろうかなとも思ってます。まあ、生放送でレートやるのっていうのはあんまりないので、あんまりない機会なのでね、もしよかったらオープンレックの方にも見に来てください。まあ、そちらの方はだいたい夜9時半頃予定しておりますので、よろしくお願いします。ということで、今日はご視聴いただきましてありがとうございました。また夜8時にお会いしましょう。モッティでした。バイバーイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。いよいよ明日はモティオフロクインニコバー新宿開催日でございます。モッティのクイズ王決定戦やったりとか、ビンゴ大会やったりだとか、あとお酒を飲んでみんなでワイワイお話喋ったりとか、いろいろやりますんでぜひぜひお楽しみに。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。